クラウドファウンディング47万7000円ご協力でございます。本当にありがとうございます。金箔がついてもげない国産仏壇、お仏壇の販売が天職長た後期でございます。2020年10月6日火曜日、今ちょうどですね、朝5時27分、朝動画でございます。もう本当にありがとうございます。ありがたいことにですね、 もう今日は外13度で寒いですけどですね、もう心ほっかほかでございます。あの、見てください。熊本豪雨、人吉豪雨、被災者支援、小型仏壇、無償提供、クラウドファンディング、47万7000円でございます。本当にありがとうございます。あの、創業大学、元カローラの伝説のトップセールスマン、上田様、そしてですね、酒井様。あとですね、実はですね、あの、たくさんの方に、えー、今分かってるだけで14名様にですね、 ご入金いただいておりますただですね、今のところはまだわからないんですよ。私の方に手元にまだ来てませんので、あとでまだ1週間ちょっとかかるのかな。そうしたらですね、お礼のハガキとかいろいろ出しますので、本当にありがとうございます。もう6日間でですね、これ見てください、ほら、もう47万7000ですね。もう本当に助かります。もう全額ですね、全額こちら。 人吉の、実は今日もですね、ちょっと人吉の方にお仏壇を配る予定なんですけど、こう人吉の被災者の、被災されたですね、おじいちゃん、おばあちゃんにですね、こちらのお仏壇の制作費、全額ですね、この制作費に当てさせていただきますので、もう本当にありがたいです。まあ一つですね、あのこれからもですね、あのご支援ですね、温かいご支援、あの3000、一口で3000からできますので、一つよろしくお願い申し上げます。あの実は昨日ですね、 仏壇、クラウドファンディング、あ、クラウドファンディング仏壇だったかなまあまあどっちか。はいで。一応検索したらですね、私が4件目だったですね。今まで3件してらっしゃいますね。あんまり成功してらっしゃらないですね、皆さん。見てたら。 ゼロとかあります。700万目標でゼロとか、うわ、ここ男らしいな、自分もいれないんだみたいなですね、男らしいなって。あと、もう一件、熊本の業者さんも一人してらっしゃってですね、70万目標でやっぱ14万だったかな、まあそういう感じでございました。もう本当にですね、もうこれだけの多額のですね、もうご支援ですね、もうありがたいことでございます。やっぱあの、お仏壇のお客さんは、まあクラウドファウンディングはまだちょっとですね、早いのかもしれませんけど、 今回はもうこういう形でですね高くの、まあ、こちら、ですねやっぱあの人吉豪雨被災者の方にですねお仏壇をお届けしたいという大きい気持ちがですね皆様に伝わったのではないかなと思っております、まあ、一つ、ですねもう本当に本当にですねもう心よりお礼を申し上げます、で、えー、一応今月いっぱい頑張ります、31日まで頑張りますので、ですね一応目標150万となっております。 もう全額、ね、全額お仏壇の制作、代金にいたしますから、もう本当、人よしのです、ね、おじいちゃん、おばあちゃんにお仏壇をお届けします、そしてですね生きる勇気をお届けしたいんですよね、やっぱ亡くなられた方との絆を取り戻していただいて、ですね切れた糸を結んでもらいたい、そう思っておりますので、一つ皆様、よろしくお願い申し上げます、で本当にですねご支援ありがとうございます、心よりお礼を申し上げます。はい、ではいででここまで この動画を見ていただいてありがとうございました。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。